サミール・アイト・サイード、フランスの体操選手、検索すると、彼が跳馬で不自然な形で着地し、左足を骨折してしまった際の映像がヒットする。足がありえない方向に曲がってしまっており、とても痛々しいため検索する際は注意。危険度2。